毎度です。アジャでございます、ブログの方にお便りが来たんで、ちょっと解説紹介ということで、 R35GTR の燃費について、どうしたらそのリッター 3.8リッターというえげつない燃費になっちゃうのかというのを紹介ということなんですけども、これの、とりあえず街中で、乗った場合、街中で乗ってクーラーを入れっぱなしやね、乗るたびに入れっぱなし、この状態で街乗りで乗ってて、もうね、飛ばすときは、100キロ、月に100キロをどれぐらいやろ、5回6回やった後、街乗りで飛ばす時が、60、70、遅いスピード、普通の不動とか時で40、そういうのを多用しているとリッター 3.8 ぐらいかな。だから下手こいたら、街乗りばっかり100キロ出さん状態やったらもっと悪いかもわからん。それとこの間龍神スカイライン高野山のところなんやけども、ここへ行くのに行って帰ってきてどうのこうのやって、街乗りを5日間エアコンちょいかけのをやって、それでようやくリッターが、6.7、走行距離が370キロぐらいだったかな。これでガソリンが60リッター近く入ったと思う。これで6.7 ぐらい、夏です。まあ GTR は燃費が悪いと思います。特に私ちょっと開くと踏んじゃったりするんで、法定内の速度です、燃費は悪い、心して GTR をお買い求めください。今回は燃費についての紹介でした。お気に、またブログお便りください。